安倍政権の継続を掲げた自民党が、単独でも国会を安定的に運営できる絶対安定多数261を上回り、圧勝する結果となりました。第4次安倍政権は、連立を組む公明党と合わせて、憲法改正の国会発議に必要な3分の2に当たる310議席を維持。自公両党が衆院選で3分の2以上の議席を獲得するのは、政権交代前の2012年12月と14年12月に続き3回連続になります。野党は立憲民主党が公示前の15議席の3倍超の議席を獲得。希望の党は失速し、公示前の57議席に届きませんでした。自民の大勝という選挙結果を海外メディアも大きく取り上げており、コメント欄には外国人から様々な反応が寄せられていました。海外の反応。驚きはそんなないな。だって野党を見てみろよ。ありゃあジョークだぜ。オーストリア。俺は 100% 純粋なアメリカ人だけど、自衛隊は軍隊にして憲法も変えるべきだと思う。50年前とは違うんだし、ミサイルを撃ってくる北から自分たちを守れるようにするべきだろ。アメリカ、当然の結果だよ。野党は負けるために自ら進んで分裂していったし。アメリカ、野党側は基本的に自滅してたよね。ハンガリー、日本はこれからまた旭日の勢いになっていくはず。アメリカ、北朝鮮は中国の代理人だ。中国は日本と平和を築き上げる気なんてさらさらない。日本が再軍備するべきだと思うね。それは早ければ早いほどいい。なぜなら中国は今まさに強硬手段を取ってるからだ。アメリカ、俺はその意見に賛成も反対もしない。ただ日本は中国と地域の安定を作っていくべきなのは確かだ。日本があまりにも魅力的すぎる。あの国が戦争で破壊されるのは見たくない。国籍不明。トランプと安倍、世界で最も無能でリーダーにそぐわない男たち。米在住。どうやら世界が求めてるのはナショナリズムらしいな。アメリカ、ナショナリズムはいいことじゃないか。俺が日本に足を運ぶのは、日本人が国家主義的で自分たちの文化をちゃんと守ってるからなんだよ。多文化主義とか多様性とかいうデタラメに俺はもう心底うんざりしてる。アメリカ、日本人は自分たちの文化を壊したくないと思ってるんだよね。そういう面に関して日本から学べることが多い。アメリカ、ここで日本に住んでる真っ最中の俺が登場。日本が最高の国だぞ。なぜならみんな常識を持ってるからだ。日本在住。安倍さんは偉大なリーダー。俺たちインド人は愛しすぎちゃってるほどに彼が大好きだ。どうか頑張ってください。幸運を祈ります。インド、これで日本は国として終わったことになる。国籍不明。メイ首相も本当は安倍さんを見習うべきなんだよな。イギリス、自民党の勝利に驚きはない。それでも個人的にはこの結果にがっかりしてる。イギリス、ナチと同盟を組んでた日本帝国の戦犯たちを称賛しているのが安倍という男だ。韓国、米在住。結果に驚いたよ。世界的にリベラリズムは捨て去られる傾向にあるね。国籍不明。安倍さんは日本の歴史上最高の首相でしょ。しかも俺たちの大統領の友人だし。フィリピン、日本と東アジアにとって最悪のニュースだな。国籍不明。スターリンの写真をプロフ画像にしてる人間からのとてもありがたいお言葉です。ラトビア、プロフ画像。安倍さんは正しい敵を作ってるようだ。アメリカ、ゴー安倍、ゴー。未だに世界に正気が残ってることを知れてよかった。おめでとうございます。アメリカ、残念ながら安倍に期待しちゃいけない。自由民主党という党名に騙されるな。安倍も自民党も環太平洋地域におけるトランプだ。アメリカ、
安倍さんは今の日本を率いるのにふさわしい政治家だよ。アメリカ、腕を掲げてるポーズが那智の高司令っぽく見える。国籍不明。それは君が無知な人間だからだな。アメリカ、これで安倍首相は憲法を改正できるのかな。自分の足で立てるように憲法改正は必要でしょ。米軍所属。今朝のニュースで知った情報なんだけど、自由民主党なのに右翼政党らしいね。アメリカ、アメリカの感覚だと日本を含めた外国の右翼はこっちの民主党くらいのスタンスなんだけどね。アメリカ人からすれば中道右派が左翼で、ファシストが右翼に極めて近い。アメリカ、おめでとうございます。安倍さんは今まで喉の日本の首相よりも俺たちとの関係を密接なものにしてくれた。重ねて祝福いたします。インド、もし平和憲法をなくすっていうなら日本は間違った道に足を踏み入れることになる。オーストラリア、日本はミサイルを飛ばされてるんだぞ。しかも頭上を通過してるんだ。ひたすら手をこまぬいてろとでも言うつもりか。イギリス、日本は野党がひどすぎるね。アベノミスを後期に変えられる本物の左派政党がなかった。日本に新しく政党ができると絶対身内で揉め出すんだ。そして政治的に安倍と特に変わらない。ただ回転する方向が違うってだけ。だけど右派政党が飽和状態にあるのはいいことだね。そんな時こそ左派政党にとっては浮上するチャンスなんだ。もっともその好機を生かせそうな人材が見当たらないが。イギリス、素晴らしい。1930年代に逆行してるのは欧州だけじゃなかったか。イギリス、憲法を改正しようとしてる陣営を選んだからって現状誰が日本人を責められるって言うんだ。イギリス、まあ当然だよね。日本は今世界一安全な国なわけなんだから。経済は良くなってるし、犯罪だって減少してる。安倍さんはよくやってるよ。フィリピン、どうせ左翼がまたすぐにこの人のことをファシストって呼び始めるんだろうな。国籍不明。日本のことが大好きです。日本人と日本文化のことも。神様、どうか日本をお守りください。アメリカ、ナショナリズムが台頭してるね。でも今のナショナリズムは孤立主義とはまた違うと思う。自分たちの国民の権利を取り戻そうとしてるんだ。国籍不明。おめでとう、安倍首相と自民党。大きな勝利だ。安定した、力強いリーダーシップが彼にはある。ドイツ、日本は素晴らしい国さ。たとえ、誰が首相になろうともね、プエルトリコ。今回の総選挙、自民党に投票した人は、選挙区で 48% しかいないのに、議席は 75% を獲得しています。小選挙区制度のマジックと言えるでしょう。結果として自民圧勝が実現したのです。